ヨネス飛鳥、マスクという松本薫という両選手に対しましてどういった作戦を展開いたしますか。大いに楽しみです。さてマスクという松本のこれから入場であります。おっとどうしたのか、いきなりま、あ、ま、これはこれはあれあれあれ、いやーどうしたんでしょうか。試合が始まってないうちに何か松本の奇襲攻撃であります。いやー考えられませんでした。いや客席の中に松本選手がいたんですね。いたんですね。はいはい。いや実はね先ほどね松本薫選手客席の中にいましてね、おかしいなと思ったんですけども、いきなりですね花道を通って入場すると思ったんですけども、ハプニングであります。これは驚きました。奇襲攻撃を仕掛けました。いやこれですからね、お客様呆然としております。さあこれはもう正式な試合開始を待つのは、あるいは無理かも分かりません。松永レフリーがどう裁きますか。今改めて外に出したようですけど、もう試合がこれはどうやらこのまま始まるようであります。さあ今本人がね小さくなっております。試合が始まりました。さあ松本早くも長与千草を捕まえております。さあロープに振ってどうするか、バチに入っております。早くももう松本独特なメラリーが左足ですね。はい、いきなりにあるね。しかしこの辺りね本当に荒っぽい攻撃であります。いや森本さんはね実は長与千草選手の大ファンだとお聞きしてるんですけども、はい、この長与千草選手が捕まってしまいましたですね。まずいですね。はい、荒っぽい試合展開になってまいりました。さあ何か波乱の幕開けであります。これじゃあ宮本さん完封戦になりませんですね。そうですね、はい、一方的に狙われましたから ね最初からね、はい、足引っ張ってね、最初からなんか長与狙いでしたね。長与狙いですね。まあこの辺りの作戦はねさすがに、デビル軍団らしくてうまいんですけども、とにかく最初の奇襲戦法、これが一応功を奏してずっとデビルペースというんでしょうか、ね、体勢を立て直すことができませんですね。ライオネスと長与は、髪の毛を引っ掴んで後ろの方に倒されました長与千草であります。いつもの空中殺法もまだ出ておりません。もちろん空手殺法も出ておりません。今のはタッチか、もうタッチではありません。タッチいたしました。今松永健二レフリーがタッチを見ていました。ようやくサースが登場してまいりましたが、前として捕まったまんま、いつ反撃に出るか、手の伸びが止め、ようやく反撃に出ました。しかしああいった技は相手が大きくてなかなか決まりません。今度はどうか、突き合い打ち、そしてキック、ドロップキックが出ました。ようやくライオネス飛鳥と思い切ってこの辺りは力があります。さあもう一発、あったったった、どうでしょうか。今日は大阪府立体育会館からお送りしております全日本女子プロレスであります。宮本さん、今年はですね、ライオンズ飛鳥にとりましてもね本当に大切な年を迎えて、宮本さんからこのライオンズ飛鳥に対するですね何かの注文というんでしょうかありますか。あ、今ライオンズからね長与に変わってます。長与がね元気いっぱい言ってますけども、どうも今日は長与千草が今一つという動きであります。あーっと今度はね松本がコーナーで待っておりました。そしてまたロープへ反動を使って徹底的に痛めつけられております長与千草。さあ松本どうするか、うん、そっとっと、ね、タッチロープを握っておりません。あーっとバシッと喉元、ちょうど放送席の前であります。早くももう長与千草選手のね背中そして胸のあたり真っ赤であります。相当やはり森本さんこうして見てますと女性とはいえ荒技をねたくさん使ってますでしょ。そうですね、はい、僕が一番びっくりしたのはね、失礼な話ですけども、はい、テレビで見てますとね、はい、マットがもっと柔らかいと思ってたんですよ。なるほど。ところがこれ明らかに板ですね、はいはいはい、板に薄い布を貼ってるだけですね。そうなんですよ、はい、これは痛いですわ。さあ今度は場外に突き落としてしまいました。
さあ、おっと、放送席の方であります。危ないですよ。あー、たったった。いやいやいや、これは森本さん、助けてあげてください。あは何か今日は大荒れであります。放送席めちゃくちゃになりました。森本さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？いやいや、森本さん、あの大好きな長与千種選手がやられてますんでね、何かあの助けを起こしてますけども、はい、さあさあ上がれるかどうか、上がれるかどうか。さあカウント17になりました。いや危ない危ない危ない。さあ今ようやく入りました。長谷千種選手の話を聞いていた隣にですね、あっと長谷千種さん、うまかった、うまくかわしました。あっとソバットが出ました。長谷千種さんが出ました。さあロープに行ってどうでしょうか。完全に松本のロープに手を挟まっておりまして、動くことができません、身動きができません。ここは大きなチャンスであります。さあジャイアンツインが出るかどうか。ジャイアンツインが出ました。ジャイアンツインであります。そして今長谷千種トップロープに上がっている。さあどうでしょうか、コンビネーションプレーが出るかどうか。バックを取った、取りました。なるほどね、最後はエルボーでいきました。さあどうでしょうか、ライニングエルボーでありますが、これはカウント2でした。さあ2人がかりの攻撃でありますが、あっとこれは今度は空振りに曲がった。相手の動きを見ておりました、怒った松本、この野郎であります。いや体当たり、ビビッキーの体当たりが出ました。これは長与、ちょっと体重ではかなわない。もう一発、いやー怒ってます松本。さあ今度は決定的ボディアタック、ちょっと苦しくなりましたね。え決めるところでタイミングを狂わされました。さあ、あっとバックブリーカーですね、ちょっと危ない。さあ、あっとどうでしょうか、バックブリーカー出た。ここはライオネスが行った。しかしダメ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 、あっとあったあった。あー我慢できるか、長与我慢できるか、長与我慢できるか。さあどうか、ギブアップか、ギブアップ、どんどん待っております。長与ちぐさ我慢できませんでした。最後はバックリーカー決まりました。ギブアップであります。まずチームを展開いたしました。日本日本勝負タッグマッチ、森本レオさんの声援も虚しく、最後は長与ちぐさ選手ね。いやバックブリーカーにギブアップ、これは残念でした。タレントの道を選んでほしい。いやいや盛んに言ってますけどもね、いかにも残念そうな長与ちぐさね、悔しさを今マットに叩きつけるようにしております。今のあのね、相手の反則に対して今ライオンズアスカお客様にアピールしておりますが、これはちょっとね、あったあったあった、お前が弱いから負けたんだ。ああ、いかにも表現でしたね。お前が弱いから負けたんだということで、これはちょっと怒らせましたよ。はい、こりゃーっとすごいスパットを食いました。怒った怒った、円錐蹴りが出ました。これはさすがの。してまいりました。小柄ですが、さすがにジャガー横田、リングに上がりますと貫禄十分であります。今日ジャガー横田と対戦いたしますのはヘビーリーであります。大阪府立体育会館、枠に沸いておりますヘビーリーです。果たして今日は UWA の世界チャンピオン相手のヘビーリー、どういった試合を展開いたしますか。第2戦試合、石川町3分日本勝負を行います。アガモダ・スイートユーダー最新のチャンピオン230パンのジャガー・ヨーダー。
ますジャガー横田青田ジュゲシュ新品150度ファンドペイ手切りそしてジャガー横田の対戦ですけども、まあ、あの宮本さんね、ジャガー横田選手には後ほど放送席に今日は座ってもらう予定になってますけども、その川崎で、ギャラクタスですか、はい、何かあの無制限のデスマッチをやるというね、話なんですよね、そういった意味では今日は体の大きい手切りでありました。やっといきなりご覧ください、いかにもジャガー横田らしいね速攻を見せます。さあ、あっとちょっとローズに逃れようとしておりますが、どうでしょうか、あっと徹底的にジャガーが攻めている、早くも場外に飛び込みました。あのお客様がですねちょっとあの逃げ場がありません。またこちら側からどうでしょうか、いやーリングの横をほとんど一周いたしましたジャガー横田であります。そして早くも颯爽とご覧のように臨場に登場しております。速攻でした。こういった速い動きにはなかなかついていけません。したがって椅子を持ちましてね、厳しさをね、椅子にたきつけておりますが、これはどうしようもありません。しかし本当に王者の貫禄ですね。はい、やはりあの体は小さいんですけども、森本さん違いますでしょう。全然違いますね。雰囲気がね。はい。まあ、とにかく日本にやってくる外人選手はいずれもこのジャガー横田を標的にいたしましてね、なんとかあのジャガーにね、一泡吹かせて大きなチャンスをもらおうというんで日本にやってくるんですけども、なかなかこのジャガー横田には歯が立ちません。果たして今日は北京入りどういった試合を見せてくれますか。さあ抱え上げました、叩きつけております。あっと上から行ったんですけども、この辺りは見事。さあジャガー反撃に転じました、カウントが入りました。ファイターの素早い動きというのは何と言ってもジャガーのね真骨頂であります。あ、今度はヒップアタックに行きました、ロープを掴んでおりましたペギーリーであります。さあ今度は場外に持っていきました、どうするか。強引に場外線持ってきます、ね、何かそういう感じでしたね今ね。はい、やはり気の強い女同士ですからね、共に気の強い選手であります。場外でね、とりあえずあのお返しをいたしましたジャガー横田。さあ、まあ、この辺りはペギー・リーの場外で空気入れているんじゃないですか。そうですよね、はい、インターバルですよね、はい、ジャガー横田もリング内で一息入れております。これから後半戦というわけであります。さあ、ペギー・リーゆっくりとこれからリングに登場してまいります。どうするか、ん、はい、すんなりと言えるかどうか抗議してますね。はい、世界チャンピオンに対しては並々ならぬ闘志を燃やしておりますペギーリー。さあ、リング上の試合が始まりました。お、噛みつきですか、どうやら今噛みついたみたいですね。あっと今度はペギーリー、また場外に誘いました。ジャガー横田の試合としては珍しく場外戦が多くなっております。いやあ、痛いですね、おばあさんの森本さんがこりゃ痛いやつきますけどもね、えコンクリートの床ですからたまりません。もろコンクリートですね、はい、さあ今度はジャガー横田場外で一息入れました。お互いにね気持ちの上で負けておりません。ペギーリーとジャガー横田の対戦であります。カウントを聞きながらゆっくりとリングの中継を回っております世界チャンピオンのジャガー横田、今15がつけられております。16です、上がってまいります。試合時間10分からタイムスタート、試合時間には10分経過がつけられました。さあジャガー、徹底的なスコンピングであります。足が引っかかってましたね、ペギーリーとしてはどうしようもありません。今の宮本さんどうしたんですかね、何かあの思わず足をね、下にね狙われちゃったんですね、ああどこ行くんでしょうか。あ、なるほど、足を攻めてますね。この辺りは、まあ、ジャガーとしてはね合理的な攻めであります。やはり外人選手特有というかあの下半身が上半身に比べたら大体弱いわけでしょ。そうですね、はい、これは何ですか、足キーロックですか、ねえ、
変な音。はいはい。今日はいつものジャガーらしい、まだ空中殺法というんでしょうか、あまり見せませんでね。そうですね、はい、どちらかといいますとグランド技が多くなっておりますが、いつ思い切った空中殺法が炸裂いたしますか。この辺がファンにとってもね、楽しみといったところであります。しかし相手は何といっても実力派ペギーリーであります。体も違います。しかも気合いが入ってます。気の強いペギーリーでありまして、ジャガー横田まだ見せ場を作っておりません。さあ思い切ってね、ピンチコーを切る。もう一つあった。ジャガーが何かエッグを今逃れるような感じ。ああ全部の体重を預けております。これは苦しいでしょう。いつもよりもね、やや動きが今広がった感じのジャガー横田であります。ジャガーもね、はい、ラフに来た時はね、自分だってラフでね、はい、やるっていう感じでね、いつも言ってますけどね。なるほど、あったったった、ロープを使ってね、今指先みたいになったんでしょうね。思わず悲鳴を上げましたジャガー横田であります。そしてご覧のように足を使って場外に落としました。思わず自分の指を見ておりますジャガー。さあそろそろ忍耐もこの辺りか、限界か。盛んに上手やちゃんと。はは、この試合は3分勝負であります。13分経過が場内に告げられております。さあゆっくりと今リングの上に登場いたします。ジャガー横田、どうするか、これはどうでしょうか。呆然としている。さあこのチョップが飛んだ。そしてドロップキック、ようやく反撃の体勢ができました。さあ今トップロープに上がっていった。このままいった強烈なキックであります。1回転いたしました。ベギーリー1回転であります。抱え込みました。そしてトップに回しております。いやこれはすごいですね。ベギーリーでトップロープ回しております。さあ大きな池が今度はどうするか。このまま決めることができるかどうかであります。完全に決まりました。攻撃すればこんなもんでしょうか。そうですね、はい、今は場外でゆっくりと見て自分で決めようという感じでいきましたですね。ちょうどね相手の疲れがたまったところ、はい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 、やはりさすが世界チャンピオンといった感じがいたします。ジャガー横田徹底的にね相手に攻めさせておいて、ここで決めようと思ったらもうあっという間であります。この辺りがジャガー横田の素晴らしいところであります。ベギー・リーもね前半戦は互角にやっていたんですけども、やはり 3AA チャンピオンジャガー横田の敵ではありませんでした。さあ青コーナーからまず挑戦者プリンセス・ビクトリアが入場してまいります。日本には2回目の来日ということになりますけども、とにかく大きくたくましく成長いたしました。ご覧のプリンセス・ビクトリア、にこやかに入場であります。デビル軍団が周りを取り巻いております。今デビル軍団の若手を引き連れるようにいたしまして、さっそうとプリンセス・ビクトリア登場してまいりました。リング上であります。さあそして今耳コールが場内に沸き起こっております。今日は2回目の防衛戦ということになります。オールパシフィック選手権、チャンピオンのミニ・カリオラ選手がコーナーを通ってこれより入場であります。さあ間もなく花道に姿を現してまいります。大阪府立体育会館オールパシフィック選手権試合60分日本勝負を迎えております。
早くもファンの間からミニコールが沸き起こっております。チャンピオンの氷見萩原選手、オールパシフィックのチャンピオンベルトは私の恋人と日頃から言っております。今日は氷見萩原、どういった心境で組み上がってまいりますか、そしてどういった試合を展開してくれますか。試合に試合をしまして、フリーテレビさあ、そしてフランクの方、さらに上尾選手、レフリー、体の上の状態でございます。さあ、多くの花束が両選手に対し、そしてまたレフリーに対して贈られております。大阪府立体育会館であります。オールパシフィック選手権試合、60分一本勝負を迎えました。いかにも女子プロレスならではの華やかな雰囲気であります。いやー、それにいたしましても今日の氷見萩原選手は一段と華麗といいますかね、華やかな雰囲気を振りまいてますね。今チャンピオンベルトが返還されます。オールパシフィック選手権試合、さあ、今ザッツマインというね、プリンセスビクトリア、早くもこのチャンピオンベルトは私のものと、そういった感じであります。続いてコミッショナー宣言であります。この試合はコミッションブロッカーの検診の結果、スリラムエールールによるオールパシフィック選手権大会に決定いたします。今日は午後8時上田真嗣コミッショナーより今コミッショナー宣言がありました。さあ、いよいよ60分一本勝負、オールパシフィック選手権試合、チャンピオンの耳にとっては2回目の防衛であります。いよいよ選手の紹介であります。ジーエリングアナウンサー、60分一本勝負を行います。赤コーナー、オールパシフィック選手権果たして今日防衛なるかどうか、氷見萩原であります。挑戦者プリンセスビクトリア、今回はこのタイトルを取るために日本にやってまいりました。そしてレフリーが審判部長の松永俊邦であります。さて、この試合なんですが、特に今日は 3WA チャンピオンのね、ジャガー横田選手にも放送席に座ってもらいました。一つ、ジャガーよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、いつもですね、こういったタイトルマッチっていうのは試合が始まる前、独特の雰囲気がありましてね、チャンピオンの ジャガーもよくわかるでしょう。はい、わかります、ね、今日は耳を見ててどうでした、はい、どんな感じですか。緊張してますね。緊張してる、はい、取ってから初防衛ですね。そう、はい、そうですね。さあ、これから試合が始まります。さあ、どうか、このあたりがね、握手をするかどうかであります。綺麗に握手をしました。ああ、これは珍しいケースであります。ああいった外人選手の握手というのはね、本当に油断がなりません。何かいきなり両選手とも、クロスチョップというような感じでね、相打ちになりましたですね。試合が始まりましたが、さて、まず宮本さん、この試合はどういうふうに予想なせてますか。難しいですけどね、はい、まあ、ビクトリアもね、2度目の来日でね、はいはい、割とずるくなりましたしね。そうなんですね。まあ、去年日本に来た時よりもはるかに大きく成長したプリンセスビクトリアでしてね、ミミックとってもこのプリンセスビクトリアは強敵であります。さあ、まず先制攻撃、ミミが仕掛けるか。どうやらミミが仕掛けたようであります。ランピングにパットを見せました。そして1回上げて気合いものとも投げつけました。いや、森本さん、はい、森本さんはね、はい、何かカメラを持ってね、時々選手を映したりしてますけども、気合いが入りますでしょう。そうですね、もう気が散っちゃっていきませんね。はい、プリンセスビクトリアというのは、まあ、去年来た時はね、あまり日本には知られていないという感じでね、私たちもご紹介してたんですけども、プロレスラーとしてはなかなかの血を引いてるようですね。そうですよね、はい、例のチーフサンダーバードがね、はいはい、孫娘だというね、そう言われてみますとね、何かちょっとインディアンの血が混じっているかなと。しかも気の強さなんかではね、これはもう大変なもんでして、
まだ23歳ですか、若いレスラーですよね。年齢的には5月で23歳ですね。そうでしたよね。さあクロスチョップなんかもね、相当大きな手を使っております。今度は耳がかわしました。もう一つペギー・リーがですね、今日ジャガーと対戦したペギー・リーがリングサイドに来ております。この辺りも十分耳としては警戒しなくてはいけません。大阪府立体育会オールパシートの試験試合が行われております。ミミ・アギラル、そしてプリンセス・ビクトリア、今のはちょっと効いたようです。はい、今度は顔面攻撃、顔面攻撃であります。さあ、あっとペギーリーが上がりました。あっと攻撃になりました。足を飛ばしました。エブロンから足を飛ばしましたペギーリーであります。さあ、ここ一番という時にはペギーリーの力を借りる作戦でしょうか。クロスショップに行きました。何か下から突き上げるような感じであります。あっと、これがすごいであります。自分が優勢に立つとあれをやりましてね、特にまた試合を決めて勝った場合には肉肉しいほどね、あのくらいを見せるわけであります。今日は余裕を持ってますね。余裕を持ってるんでしょうね。ああいったねジェスチャーが出るというだけでもね。さあ耳どうか。この辺りそろそろ人説ビクトリアのペースになってまいりました。何かジャガー、チャンピオンの耳にアドバイスがありますか。そうですね、やっぱり手を見ないと相手の手を見ながら攻め場を考えなきゃいけないですよね。なるほどね、はい、プリンセスビクトリアの狙いというのはどうなんでしょうね。ジャガーだったらここまで戦ってきてどういうふうに見ますか。作戦ですか。やっぱりセコンドがいますからね、はいはいはい、2対1っていうことを考えなきゃいけないから、その辺を考えて。なるほどね。なるべくエプロン側に近づかないとかね。あ、耳ちょっとねロープに首を挟まれちゃって早くも失神状態で、あっとペギーリーです。ちょうど放送席の前なんですけども、いやコンクリートの床にもろにぶつけられました。セコンド、完全に反則なんですけどもね。さあこれではなかなか入られません。ここまで森本さんご覧になっていかがですか。ちょっとねちょうど放送席の前で耳が苦戦でね、はい、はい、前半は優勢だったんですけどもね。そうですね、はい、ビクトリアはちょっと粘ちくくなりましたね。なかなか試合がスムーズに進行できません。さあ大阪府立体育館耳コールが沸き起こっております。ゴールにやしましたファンから耳コールが沸き起こっております。耳にとっては大切な防衛戦であります。タイトル防衛なるかどうか。あーっといった、よく抜けられました。得意の回転蹴りが止められました。しかしこれはね一発では決めて、この野郎という意味でも決めてあります。今試合時間10分経過、場内につけられております。ロープの反動を利用いたしました耳の構成であります。さあ耳おごった、もう一回ドリフト。こういった構成にはですねちょっと弱いようなんですけども、今反撃に移りました。あーっとボディを攻めましたね。え、何かカウンターにしちゃってストレートがね、しかも横を抜くで入ったような感じであります。ボディに入りました。あ、しかも胃袋時間もやってるんですかね。しかも噛みついてますね。はい、いかにも気の強そうなプリンセスビクトリア。さあまた攻勢に出ましたプリンセスビクトリア。ミミ萩原選手クリスト、あっとまたペギーリーが待っている。あっとっとっと、ミミの反撃、ちょっと体勢が崩れたかどうでしょうか。あペギーリーが行きました。あっとミミをねやっつけるつもりが今プリンセスビクトリアお腹に入ってしまいました。これは怒った、プリンセスビクトリア怒りました。ペギーリーに怒っている。いや仲間割れ、仲間割れであります。ミミのドロップキック、これは入った。あっとミミのパンチ攻撃、仲間割れであります。ここは海にとってはチャンスだ、海にとってはチャンスだ。あ、ペギーリーを追ってますけども、これは宮本さん、まあ、意味がありませんね。チャンスだったんですけどもね、なんとね、あんまり意味が分かった意味、ああいった負荷を応するとね、とんでもないことになります。あ、ここは海が捕まった、海がプロセスの人に捕まりました。ペギーリーに対して腹を立てるのは分かるんですけどもね、今のは耳ちょっとね警察でした。プリンセスビクトリアはほとんど戻ってきましたもんね。いやー
で2人攻撃、あっとペギーリー、そしてプリンセスビクトリア、また耳萩原捕まってしまいました。あの剣がジャガー、耳のいいところでもあるんですけどもね、今一つ ね、 ね、はい、読んでないですね、読んでないというかね、残念なところですね、はい、どうしてペギーリーを追っていったんでしょうか。大きなチャンスをね逃してしまいました。逆に非常に苦しくなりました。この間にですね、外人組仲間でしてね、今あの握手をしておりました。さあカウントナインであります。せっかくいい体勢をつかみながら、またねちょっとペギーリーを深追いしたミミ萩原であります。しかしまあこの強さでは決して負けておりません。さあ戻ってくれません。プリンセスビクトリア、お客様から下げろ下げろという声がレフェリーに聞こえましてね、これは当然です。さあ入ってまいりました。あっと耳強烈なねパンチ攻撃、フィンガーのボクシングスタイルでね、ストレートパンチのパンチをね繰り出すのが得意であります。さあ天の上からいったどうか、ホーンの体勢か、うん、カウントは入りません。はい、ボディープレスでいきました。13分が経過いたしました。さあようやくリング内に入ってまいりました両選手。またプリンセスビクトリア、今ちょっと噛みつきに出たようであります。さあ今度はどうするか、ミミ逆転して振った、どうかと、これは空振り。そして今度はミミがトップロープに上がっている、長々と伸びている、どうかいった。さあこれはどうか、一発が決めませんですね。バックを取った、バックドロップ、これはどうか、決まった、必殺バックドロップ、うまいタイミング、一発で決まりました。プリンセスビクトリア、ファイルドライバーは作戦しませんでした。ミミが最後バックドロップで決めました。テープが飛んでいる場内であります。見事にオールパシフィック選手権防衛いたしましたミミ萩原選手であります。最後は一発大技バックドロップ、プリンセスビクトリアあっという間であります。見事にタイトル防衛に成功いたしましたミミ萩原選手であります。これから2回目の防衛に成功いたしましたミミ萩原選手に対しまして、まず認定書が読み上げられます。上田晋司コミッショナーがリング上に登場しております。チャンピオンベルトが戻ってまいりました。ミミ萩原選手にふさわしいね、本当に綺麗なチャンピオンベルトであります。また現日本首相開催のオールパシチャンピオン選手権においてチャンピオンになりましたので、ここにこれを認定いたします。昭和58年4月11日全日本女子プロレス協会コミッショナー上田晋司。ミミ萩原選手、見事に2回目のタイトル防衛に成功いたしましたオールパシフィック選手権試合でした。続いて勝利者賞であります、ジャガー、今日のこの一戦、いかがでしたか。よく攻めてて良かったですよ ね、はい、はい、最後は大技で決めてくれてね、はい、この辺りは見事でした。いよいよ 3AA 世界タッグ選手権王座決定3番勝負第1戦が大阪府立体育会館で始まろうとしております。これから選手が入場してまいります。ジャンボ堀、大森ゆかり対デビルの神カランチャ、最高の一戦であります。今花道を通りまして、大森ゆかり、そしてジャンボ堀がゆっくりとリングに登場いたします。大切な試合を迎えましたジャンボ堀、大森ゆかりであります。そして不気味なテーマ曲が大阪府立体育会館場内に流れております。世界最強のコンビと言われながら、反則からそのチャンピオンベルトを募集されましたカランチュラ、そしてデビルマサミのコンビであります。手を差し伸べるんですけども、荒々しくこれを拒絶いたしまして、今リングに登ってまいります。デビルマサミ、そしてカランチュラ。しかし大阪体育会館のお客様はこのデビルマサミ、カランチュラに対しまして拍手を送っております。例によって右手には木刀であります。これから花束が贈られます。
く怖そうに花束を差し出しております。タランチュラデビルマサミ、しかしこの花束を今日はおとなしく受け取っております。この試合は60分3本勝負で行われるわけであります。大阪府立体育会館が第1戦、川崎で第2戦、そして北海道札幌で第3戦となっております。異例の3本勝負、コミッショナー宣言が行われます。上田コミッショナーの今宣言になりました。世界タッグ選手権王座決定戦、その3番勝負第1戦がこれから始まるわけであります。この大試合を迎えました大森ゆかり。そしてジャンボ堀選手であります。デビルのイメージカラーです。さあ、いよいよこれから王座決定3番勝負の第1戦が行われます。何か行き詰まるような感じがしますが、いやしかしこれはですね、一応今日上田慎二コミッショナーに聞いたんですけども、例えば1戦2戦どちらかが連続して勝ちますでしょう。そうするとその時点で一応勝負あると。そうです。ですから2番先に2番勝った方が、先に勝てば第3戦はないわけですね。そうです。はい、そういった意味ではいよいよこれ大きくなってまいりましたので、ご覧ください。南海ホークスの香川星がこの館内に姿を現しております。ジャンボ堀選手の大ファンということで、全日本女子プロレス会場のシーズンオフはしばしば姿を見せてくれました。香川選手がこの会場に姿を見せております。今日はたまたまこの隣にあります、難波球場ですか、南海ホークスの練習がありまして、練習が終わってこの会場に駆けつけてくれたそうであります。さあ試合が始まっております。そういえば何か今度の川崎大会ではジャガーはね、メキシコのゲラッカですか、3AA のタイトルマッチをやるわけなんですけども、面白いルールというか、無制限、一本勝負でやるそうですけども、負ければ何かジャガーは髪を落とすとか、そうなんですよ、ね、ゲラッカは譜面を取るとか、はい、そうです、大変なルールというか、そうですね、これはどういうわけなんですか。ジャガーいいんですか。髪を、負けた方がね、ジャガーがもし負ければ髪を落とすんです。ゲラッカがどうなるか分かりませんけども、なんかそういった申し合わせがあるわけでしょ、はい、そういうルールになって、いやこれはね、女性としては大変なことだと思いますけどもね。そうなんですよ。ギャラッカだってメキシコの選手はもう覆面をつけている、レスラーが覆面を取るというのはもう死に等しいというか、う、ね、大変な地獄だそうですよね、はい、そういった試合も関西大会では始まっているようであります。エスカレートしてまいりました。さあ、場外になった。さあどうでしょうか。場外の鉄柱攻撃、うまくよけたかどうでしょうか。ジャンボ堀、あーっといきなり放送席。いやいやいや、大丈夫ですか。おっと、もう盛んやってましてね、危ないです、危ないです。大きなジャンボ堀、放送席に駆けつけられました。4人の、ね、選手は今リング上に上がっておりません。
向こう側ではですね、何かあの南海ホークスの香川選手のところにね、駆けつけられております。縦に分かれました。さあ今16です。カウントが続けられております。17になりました。場外乱闘じゃ大体出てくるんだろうと思うんですけどもね。ああ今上がりました。19で上がってまいりました。この試合は60分3本勝負であります。さあデビル、そして大森、殴り合いになりました。ああ、つなぐり合い、もう何かレスリングというのを聞き取られます。殴り合い、強烈な殴り合いが展開されております。しかしこの辺りはさすがに大森ゆかりではあります。デビルに負けておりません。さあ今度はジャンボ堀が行きました。後ろに落とした。迫力十分、後頭部を打ちました。デビルの勝利であります。さあジャンボがもう一発いった。完全に刈り上げて落としました。いや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 、しかしデビル一瞬ね、膝を使ってかわしました。さあ上から行っている。しかしトランチラ出てまいりました。迫力のある攻撃はここまでか。トランチラ出ました。自分のペースに入った時の大森ゆかり、ジャンボコリの攻撃というのは本当に凄まじいんですけどもね。素晴らしい迫力を持っておりますが、しかしやはりタランチュラがさっと出てまいりました。さあタランチュラ、ジャンボコリ捕まった。そして大森会であります。大森にタッチ。デビルが何か向こう側でちょっとあの左のね腕でしょ、リストのところに行ってますね。はいはい、ね、これはちょっと心配ですね。デビルのサミタランチュラ、デビルが何か腕を痛めたようであります。あー、この辺りは心配です。さてこの間にタランチュラ、大森ゆかり選手を捕まえました。何かデビルのサミ選手完全に、ね、腕を痛めたようでしたね。この後どう試合に響いてまいりますか。さあ大森が今タランチュラに捕まっている。そして今デビルが出ました。あーっとノータッチ、完全にノータッチで出てまいりました。この辺りはね、何かあのジミーからマッキング取られてましてね、はい、判定の仕様がない、判定の仕様がないと堂々と出てきますんでね。はい、まあ、ベースゼロならこのぐらい堂々と反則を犯した方が、あるいはレフリーの目をごまかせるかもわかりません。堂々と出てまいりました。さてお互いにね、二手に分かれましてリング上であります。タッグマッチというかもう4人の選手が上がってましてね。さあ大阪府市第1回から総合としております。この試合は60分3本勝負になっております。さあいった。ああ大森とジャンボがね正面衝突であります。あっとコーナーマットに駆けつけられました。そして後ろから今度はジャンボこれであります。こういった技で攻められましたが、体重があるだけに不利であります。さあ足の向かいから今度はね太もも、何かあのちょうどジャンボコリ選手ちょっとあの太ももの後ろの方ねちょっと切って血が出てますでしょ。そうですね、はい、出血してますが場外線でちょっと、ね、場外線で傷ついてましたがね、そこをもうデビルマサミ選手が徹底してね攻撃であります。これはひどいですね。さあ、今度はヘッドバットやります。いかにもデビルらしい迫力のある攻撃であります。ああ、今度は噛みついた、噛みつき噛みつき噛みつきです。マットを叩いてね痛がっております。いやデビルマサミ選手の必要な攻撃であります。何か完全にジャガーね、やはりあのデビル・タランチュラのペースにジャンボ・大森2人がハマってるようなところありますね。攻撃がうまいですよやっぱり、はい、ブラックの方ね、はい、まあいずれジャガーとしては今リング上タッグ戦をやってますが、デビルと今年中には対決しなくちゃいけないかと、そういったね、必ず試合があると思いますけども、ジャガーね今あのデビルが一番ジャガーにとってね、怖いというかねすごいなと思う点はどういうところですか。そうですね、もう全てにかけて何から何でもうまくいっちゃうんですよね、うんうん、だから、うん、やっぱ体があるということが一番素晴らしいと思いますけど、だいたい先ほどからのジャガー見てますとね、ほとんどあのデビルマサミのね、じっと動きを睨んでいる、そんな感じがいたします。うん、さあデビルマサミ選手もですね、もう他の選手は自分の敵ではないと、あと私が言っている敵はジャガー一人だということを言っております。しかし当面の目標は
やはりデビルにとってはこの3本勝負であります。王座決定の3本勝負、その第1戦大阪府立体育会館。さあジャンボ堀捕まっている。あーっと、あー、普段ロープを使ったこっからの6連バスターが出るかどうか。さあこれは必殺技、最近多用している。やるかどうか、崩れるか。いや、出ました。すごい大きな落差。そして今トランチュラが出た、また上から落とした。余裕シャクシャクであります。余裕を持って一本を取りました。何か背筋が寒くなるような大技が炸裂いたしました。いやー、すごいですね。ねえ、ああいった大技が2つ出ますとね、やはりジャンボ堀、大森ゆかり、どうしようもありません。サントリー生ダルに音の出るアーミクロンがつきました。いかにも一般大衆の喜びそうなアイデアですね、これ。年賀年中サントリー生ダル。男のカミソリはシックインジェクター。理想のシックアングルが安全にスムーズに反り上げる。1枚刃も2枚刃も反り上げ爽快、シックインジェクター。今ならシェーブガード付き。サンキストからスルデイ花枝道ちゃん、フルーツカップ開けるとつぶつぶが美味しさな、たまりません。どうぞサンキスト、つぶデリー、どうぞ。ブル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 振動、コードを引いてブルブル、目詰まりしにくく強い吸い込み力。上を開いてゴミ捨てカットポイ、ヒタチのゴミパック。お待たせ、スナクリームコロッケよ。やっと課長さんいないとパパのために、やっとコロッケありがとう。味の素のスナクリームコロッケ。同じ住むなら一人より二人、甘い気分を楽しんでいるうちにはたっと気がついたら子供を産んに、物はじゃんじゃん、住めば住むほど狭くなる。ああ、どうしましょう。こうしましょう。週刊住宅情報。お酒の魚って意外に簡単なんですよ。これ白鶴酒パックの面白しこ。今奥様のアイデア募集中。夫婦で楽しい白鶴酒パック。白鶴。これが噂のフォーカス映画、あっと驚く大リーガー、ドッキリアニメで大爆笑。プロ野球を10倍楽しく見る方法、10倍笑えます。優しい気持ち、タンポポ食べて軽くなったよ、召し上がれ。セカンドホール、セカンド。さあまず大技で一本を取りまして、場内に目を切ったという、そういった感じがいたします。デビルマスミタランチュラ、試合は2本目に入りました。ジャガー、何かあのジャンボ堀、大森ゆかり2人にですね、はい、3AA のチャンピオンとしてアドバイスはありませんか。そうですね、でも技を相手を見るってこと以外何もないんですけど、はいはいはい、やっぱりまだ見れないんですよね。試合運びに余裕がないんでしょうかね。そして場外戦です。場外戦というのもね、決して、ジャンボ大森2人にとっては独作ではありません。場外に出ますとご覧ください。デビルもうまいし、トランチュラもうまいし、しかもね、木刀が用意されております。放送席の前でね、何かね、束を切っております。ジャガーのところでね、挨拶に来たような感じ。デビル、ジャガーに挨拶に来ております。さあどうするか。いやいや、これはもうジャガーに対するデモンストレーションですよね。デビルマサミの肉しげにね、ジャガー横田選手の前で今ジャンボ堀選手を痛めつけております。あっと、ジャンボも怒っている。しかし、あーっと、また鉄柱攻撃。あー、大森も鉄柱だ。大森も鉄柱攻撃。いやー、徹底的に痛めつけられました。やられている。カウントがついております。16です。ジャンボ堀、大森ゆかり大ピンチ。1本を取られております。
なんかもうストレスを狙っているような感じですね。はい、すごい迫力。これだけいたんですけど、ね、ちょっと不利ですね。はい、そしてロープ、危ない危ない、クロスショッパー、強烈なクロスショップ炸裂。いやいや、これは大変です。もう一発、全身の反動を使ったクロスショップ。どうも勇敢ピンチだ。ホラーに持ってきた。あっと、これは素晴らしい。キュンキュン一滴の今、拮抗駅、これをかわした大森、チャンスであります。ここはなんとか一本を返してもらいたいところであります。さあ、タランチュラが捕まりました。タランチュラが捕まっている。ロープに振った、どうするか。高い上げを落としました。空中の高く舞い上がりました、タランチュラ。さあ、大森さん、そしてジャンボ堀、何が出てあります。なんとか、なんとか、あ、低めマックスコを外そうという作戦のようです。いや、これはね、思わぬ展開、思わぬ展開。マスクを外そうとしております。これ怒るんですけどもね、これはね、さあ、ちょっと反則になりますね。マスクをつけている選手に対しては、マスクを外さるということはもう本当に大変な記録であります。やってます、やってます。いやー、これは意外な展開になりました。意外な展開であります。コーナーに持ってまいりました。その下にも覆面をつけてました。さあ、2つ目の覆面は外すか。しかしこれは反則、カウントが取られております。カウントが取られております。いやー、大森、ジャンボ、堀、2人とも怒ってますがね。デビルが入った。あ、いや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 、デビルが入った。デビルが何か狂気を持ってます。狂気を持ってます。デビルが怒った。何かあの鉄をぶつけて、鉄パイプみたいな、はい、鉄パイプを持って登場してまいりました。これはもうデビルとしては当然でしょう。相棒のタランチュラが覆面を外されそうになりましたね。え、怒り、怒りにね、何かあの油を注いだ感じになりました。デビル怒った。パイプを持ってあります。タランチュラの手にも鉄パイプ、2人の鉄パイプ攻撃、当然としております。当然としております。あっと、デビルの自分回復回数も鉄パイプ攻撃であります。いやいや、これはどうなるか、あまり相手になったらですね。いや、森本さん、大変なことになりましたですね。めちゃくちゃですね、これは。はい、めちゃくちゃ。あっと、ジミー・カエラは危ない。あまりやるとこれ反則を取られると思うんですが、どうでしょうか。いやいやいや、ホーム席でもですね、あっと、ボンが鳴った。上田新聞コミッショナーがちょっと怒ってます。場内に騒然、いろんなものが投げられてます。生たがんも投げ込まれました。いや、今ゴングが鳴ってますよ。ゴングが鳴ってますねえ。はい、ゴングが鳴ってます。上田晋司コミッショナーが今怒ってましたね。いやー、非常事態であります。ちょっと伏線をね、覆面を剥がそうとしたみたいなそもそもなんですけども、聞いてみましょう。恐怖を使いましたので反則をお願いします。反則、あー、狂気を使ったためにね。はい、反則勝ちね、それはそうでしょう。あれだけあの大っぴらにね、凶器を使って、しかもあのレフリーに対してね、強気攻撃をしましたんで、これはね、コミッショナーの今裁断がってありました、1対1ということになりました。ジミー香山に対しましてね、今デビルマサミ怒っている。デビルマサミ、お客様に対しても怒ってます。さあ、両プレイヤーが今ファンにアピールしております。さあ、どういうことになりますか。騒然としてまいりました大阪府立体育会館であります。まあ、一応あの2本目は、ジャンボそして大森組が取ったということで1対1なんでしょ。まあ、1対1といってもね、はい、一方的にやられてますんでね。はいはい、簡単には納得いたしません。簡単には納得いたしません。足をかけました。あっと、今度はジャンボ堀、大森がジミー香山をかばいました。かなりやるとこれ不利になると思いますが、さあ、波乱を読んでおります。王座決定3本勝負の第1戦であります。何かこのまま行くとね、後味の悪い試合になりそうであります。さあ、ゴングが鳴っています。ゴングが宣告されました。さあ、決勝の3本目ということになります。さあ、どうなりますか。まだ4人の選手がにらみ合っているリング上であります。
殺気立っております。さあ、あーっと後ろから行ったのはタランチュラ。4人の選手がリングの中入り乱れた感じであります。ヘッドバットガツンという音がしました。レビルのヘッドバット、もう一発いかーっと下にヘッドバット。タランチュラもレビルもヘッドバットは得意中の得意であります。大森捕まった、大森が捕まってしまいました。今はジャンボと大森にとっては絶好のチャンスなんですかね。そうですね、はい、このチャンスをどう生かすかですよね。はい、まあ、とにかくあの反則の一本はありましたが一方的に押されております。さあ大森としてはね、なんとか頑張ってもらいたいんですけども、まだコーナーに捕まってしまいました。この、3番勝負の今日は第1戦ということになってますが、ジャガーね、実力的にはどうでしょう。やはりあのレビル・タランチュラの敵ではありませんですか。ねえ、はい、迫力負けというかね、森本さん、あのあれですよ、決めに行く時のね、ラッシングパワーが全然違いますね、はい、あーそうですか、うん、その辺がやっぱり一日の長があるという感じですね。なんかあの迫力負けをしてるというかね、はい、もう少し思い切っていってもらいたいもんですけども、同じ攻撃にしてもね、その何か思い切った使い方というんですか、迫力というんですか、この辺もですね、やはりあの、デビル・タランチュラが一段上ですよね。はい、反則負け覚悟みたいなもんですからね。もうそうなんですよね、あの迫力の前に逆にあのジャンボと大森が飲まれてますよね。あーっと鉄柱攻撃であります。大森鉄柱攻撃を受けました。苦しそうな表情を見せました。今日はね、まあ、ジャンボコリ、そして大森ゆかり、両ペアを応援に南海ホークスの香川選手の館内に見えておりますが、その香川選手の前でいいところを見せたいんですけども、どうも劣勢であります。さあ、またロープ越しのブレンバスターだ。さあ、強烈に決まっている。さあ、大森ピンチ、デビルが行く、ロープにフラッと、これは体勢逆転だ。デビルが取りました。